皆さんこんにちは、松本町でございます。さあ街道 G スタイルセカンド第5戦でございますけれども、第5戦は、グランパ中野店さんの方で、実戦を行ってまいります。今のところですね、まあまあ調子よく、スタートを切ったんですが、現在の総収支がプラスの1619枚ということで多少減った状態でございます。というのもですね、第4回の時、前回ですねグランパ中野店さんが第4回だったんですが、私がですね、パチスロ、メタルギアソリッドスネークイーター、原作が大好きでね、ちょっと触ってみようかななんて言って座ったばっかりにですね、途中から完全にブチ切れてしまいまして、ART に入らないままマイナス3050枚を叩くということで、ノー ARTでフィニッシュ、街道 G スタイル始まって以来の動画1本と、なっております。見せ場なし、ね、前回4回の時に来た時が、僕はまあそのメタルギアの島で右往左往してたわけなんですけども、非常に稼働も良くてですね、しっかりと前台動いたので、僕が予想してったのが、まあ、末尾8で、あとハーデス、トモ、あとシュラ、この辺りが怪しいんじゃないかと。あとはノーマルタイプですかね、もうなんか全体的に良さそうだみたいな話をしてたんですが、まあほぼズバピタあたりというか、あれだけ動けばねしっかり見えるということで、末尾8に関してはもう間違いないでしょう。負けてる台の方が、珍しい。全何台あるんだこれは、20台以上ですかね、末尾8があって、負けてる台が2台のみ。あとはもう5、6000枚も出てるし、他の台が全てプラス3枚を叩いてる。ほう、あ、そっか、びっくりした。シュラってあれね、シュラの国編ね、北斗のバスの北斗の拳、シュラの国編ですね。おお、シュラの時こんなにあったかなと思ってそれはプラスになるよななんて思ったんですけど、バスの北斗の拳、シュラの国編のことかね。末尾八が、大当たり。そしてハーデスですね、ハーデスの方もまあ3枚で見るとそうでもないですけど、やっぱ GG の回数がどうしても違和感抱く回数、20後半ついてる台がほとんどなので、これも当たりで間違いなかったと思います。でトモ、4台全台プラスと。でシュラ、あ、4台全部じゃないのか、トモは、あ、いいのか、4台全部プラスで、シュラが、3分の1ぐらいプラスなんじゃないのって、プラスじゃない上なんじゃないのっていうぐらいのデータで、1万4000枚出してる台がいるな。8000枚1台、1万4000枚1台、8500枚1台、マイナス叩いたのが1台のみ。そして、花火、バーサス、この辺りも、ほぼ前代プラスかな。なるほど。なので閉店時に見た、チェックからいくと、末尾8は間違いないでしょうと。でハーデスも、間違いない、トモも全部で間違いない、シュラが約3分の1ぐらいじゃないか、花火バーサスは前代系で間違いない。凱旋ね、凱旋もか、あー確かに凱旋も半分ぐらいはあったのか。でジャグラーも、ジャグラー全34台全部レギュラー、あー本当だ、へえ、ジャグラーも全部上だったのかな、これすげえな。なるほど。ほ、そして一言ついております、街道 G スタイル史上最大の、店内状況だっただろうと。まあ、いわゆるてっぺんが一番多く入ってたんじゃないですかっていうことが書いてあるんですけど、僕がメタルギアで3000枚失った後にそれを言われてもですね、あのそうですかっていうあ、そう、なるほど、わかりました。じゃあそれを受けて今回はどのぐらいやってくれるのかと、まあ、前回非常に気合の入った内容だったということで、私の番号がですね28番なので、まあ1台目に関しては奇襲は選べるかな、何でも。まあ埋まりきるとしたら絆とかそのぐらいかなっていう感じなんですけど、それでは実戦最後までお楽しみください。今回は前後半できるように頑張ります。それでは実戦スタートです。
時の凱旋やろ。ど真ん中に腰掛けようか。うん、よし、とりあえず一旦凱旋取っちゃいます。さあ、28番で入場しまして、選びましたのは迷った結果ミリオンごと神尾で凱旋しました。得意機種からね、行ったろうと。まあ、あとはですね、結果迷ったんですけど、今日ね、前日があの8の月日っていうのもあって、昨日も非常に出てる状況で、その中でも、まあ、一回別の台取ったんですけど、横の台がこれ GG 中の3枚破る出目なので、おそらくリセット確定だろうと。ということで、朝の天井なんかも頼りにしながらこの台で行きたいと思います。おう、いきなり風なので、まあ、どっちかっていうと設定を頼りにするよりは、まあ、迷った時はね、凱旋の朝一天井浅くなるのを、利用して保険にかけて、それでいて一発でかいの引っ掛けようかなと。絆あたりとも迷ったんですけど、まあ、前回のを考えると、そのメイン機種、台数多い機種は全部ほとんど法則に絡んでたっぽいんで、まあ、その中でも比較的、対象が弱かった窓マギ2、絆、凱旋あたりが、まあ、今回狙い目かなと思ってたんですけど、まあ、その中だったらやっぱ僕凱旋が一番得意なんで、っていうのと、まあ、朝、リセットしてあれば天井が低くなる恩恵があるっていうので。ただ昨日は結構な回数ついてるんですよね、凱旋全体が。まあ、だからもしかするとこのリセット濃厚だと思って打ってますけど、まあ、下げの可能性はある。37回昨日当たってるんで、で多いやつだと50とかついてるんだね。向こうから48、51、32、26、37、28、44、下手したら昨日凱旋が全台系だった可能性すらある。周りを見てみると結構朝一高モードスタートしてたり当たってたりする台がもうちらほら出てるんで、セットでね、立ち上がりが良くなってるっていう可能性は十分にある。まあ2万円以内に当てるか天井をもらうか、どっちかにしたいところですよね、朝一は。さすがに裏点ってことはねえだろう。一応気にはしておきますけど、大体アルテミスの矢、裏天国に滞在してないのにアルテミスの矢でリプレイ外れ、まあ、4000分の1ぐらいで出るって言われてますけど、たまたま引いただけでしょう。まあ、この速さでもし裏手に行ってれば46だと踏んで全突破するんですけど。さあ300ゲームまで到達、ここまでノーサンプル。まあ、通常モードに だいぶ滞在してたと思うんで、まあこういう時に当たってくれればね、46ヒンっていう感じですけど、あとはまあリプサンしてみないとわからない。
ストン来た。はい、もう一つ引けばジーストン。1回目のリプレイ3連。焦ってるね。したなあ。あー揃っちゃってくれて、あー抵抗転敗は怪しい。よし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 。さあまあ許せるぐらいの速さでしょう。投資が17353ゲーム。またもや SGG からのスタートです。お前はそれしか脳がないんかっていう、ね、SGG しか脳がないんですけども、本当 SGG の方はよく弾けるよな。ああ頑張ろうか。すげえ、もうとりあえずだいぶ変わるよ、ここの頑張り次第で。よし、3つぐらいを目標として頑張りましょうか。12.5% かな。一発目の SGG は残念ながら不発。さあどうだろう。地中線が当たってれば、ここで出てきますけど、まあ、おそらくいないと思います。ループもなかなか望めないんで、とりあえずは単発でスルー。おっと、天国はループ。あ、うわあ、SGG の赤玉がループしてる。これは助かったわ。今全長が確定したんで、ただ特殊抽選で当たった場合はストップになるので G ゾーンを抜けません。なので今これ GG 潜ってるんですけど、ここにいるのは赤玉を揃えたやつがループしてストップを得たやつ。これは幸運だった場合、いやついてたな。おまけみたいなもんすな、ほんと。めっちゃ大事。
熱い。これだ。よし。ナイス。上乗せ。外れから一つゲット。綱渡りながらなんとかつながってますね。理想な雰囲気はないけど、赤7が1回ループ出してくれてるんでないとは言い切れない。うわー、いるー。2本目だなこれね、まあ、もしかしたら特殊抽選で当たったやつかもしれない。よし、数字がない、先読みがない、外れ、乗らねえかな、一応鏡付き。よし、これもろただろ。よし、うまい。外れがまた乗って5セットまで行く。一応太陽の戦車で外れも期待度はアップするんですけど、もうもらったっていうレベルではないんで結構外れます。戦車外れ、ここはある。逆にこのGゾーン抜けたりすると熱い。あー、オール起点牌、熱いパターン。ここで揃う。4ゲーム目までに天牌が普通天牌なしの場合は結構強いシナリオになるんで、1450枚この辺がもう山だと思うんですよね。3、3、8、これはいないだろうな、うん、これは抜けた。これまあ最初の赤七がループしてくれたおかげで馬の巣とつながって5連1450枚、まあ、投資が1000枚いってないのでプラス域ではありますね。とりあえず今ちょっと、店内見回ってきたんですけど、まあ、この時点で取れる選択肢としては固くプラス収支を置きに行くんであれば、今クランキーセレブレーションが1体空いてるので、でそれもまだ設定は分からない状況で、クランキーセレブレーションに移動するか、まあ、これをまだ設定推測運動は全然分かってないので、大きいのを引っ掛けようっていうんであればもう一周っていうかしばらくこれを追うっていう手もあるんですけど、どうかな。
的には凱旋の白が強いとは言えないの でかといって他のじゃあ、まあ、絆だったり窓曲げあたりで仕切り直し効くかっていうとそこはもう満席なのでハーデスもそうですけどノーマルに今の時間で移動するっていう手は残ってる、まだ。凱旋の右2つ開くね。両方ともまあ朝一まあまあハマって、右の台がね G ストップ2つ連続出てきてるんだよな。だからリプ3当たってるんだよな絶対。もしリプ5だった場合はその時点で GG が先に出てきちゃうから、と言ってるところで僕にもリップさん2回目のリップさん、残念ながら私の方はガーセット。これに移動してみようかな。とりあえず多分ですけど、うん、さあ、隣の凱旋に移動してまいりました。おそらくですね、リップさんで G ストップが当たってたと思うのを横で見てたので、G ストップから当てた GG の後に、その GG 終了後に G ストップが出てきてたので G ストップから、GG を当ててる状態ってことはだ、少なくとも、5連ではない。5連だと GG が先に出てきちゃうんで、で考えると4連かつその後に1個もう1個 G ストップがそのまま出てきてるっていうんであれば確実にリプさんによるものだと思う。む5連か。この12ゲームが確か SGG この568がリプ5で、リップ5の G ストップで、S 揃いで、外したのがリップ4の G ストップか。5連かな、5連っぽいな、5連っぽいっすね、5連だな。そう考えるとリップ5連だな。リプ5連で G ストップ2つだわ。なるほど、なるそうなるとどっちも変わんないですね。自分の打ってる台もこの台も、本日2度目の激アツ、1回目は SGG でしたけどね。おお、なるほど。いやもうすいません、もう SGG しか脳がないんですよ僕には。もう一生懸命設定を探そうとしても結局 SGG しか僕にはないんですよ。
お前そればっかじゃねえかって。で、僕も全く同じふうに思います。はい。今度はものにしましょう。よし。赤七までが遠いな。300枚。まあおそらく今度はさすがに単発でしょう。当たってるとすれば特殊抽選。行かせませんでしたね。まあ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 、ちょっと一旦パトロールしましょう。台があれば動いてしまいたいとこですね。このタイミングでクランキーセレブレーションは埋まる。アバン出てるな。どうすかな。これは移動先がちょっと見当たらなくなっちゃったな。メタルギアね。逆に今回メタルギアっていう。サザンアイズまた設定シードな。設定シード据え置きだ。止まりましたね。689ヤメ、元板台が700ゲーム。12時29分、700ゲームか。よし、戻ります。天井を見据えていこう。おい、え？うん？俺何も引いてねえぞ。って言ってもいいぐらいの出現率なので。3度目の激アツ。おお！
押し順なし、押し順なし。何個乗った今。